ジョンの魂だと思った人いいるんじゃないでしょうか、えー、第4回のレコード版コレクションはですね、ヨ、えーコのさん、えー、小野ヨ子コさん,、うん、どっちなんでしょうか、まあ、どっちでもいいんですけれども、これ、実はヨ洋コの心というアルバムでして、えー、ジョンの魂はこっち上ですね、えーえー、大きな金を、まあ、持たれているんですけれども、2人で、えー、座る位置が逆なんですね。 えー、これ陽子のさんデビューアルバムですね、えーえー、前衛芸術家であり古草津でしたっけ、えー、との付き合いもおまあさされたあまあとにかくお騒がせ、えーまあ、女性、えー、だったわけなんですけれども。 ビートルズ解散させたのもお前だなんてこう言われたりしちゃったんですけれども、まあ、彼女、現代に至るまで数枚の作品残してるんですけども、まあ、僕が持ってる、まあ、レコードとしては4枚ですかね、えー、これがデビューアルバムになりますね今、リンゴスタークラウスブ・クラウスブーアーマンでしたっけベーシストの名前もありますねもうアップルファミリー、えー まあ全員で支えて、まあ、作った作品なんでしょうかね。えー、で、これが、えーと、イマジンと同時期に、えー、ツインアルバムですね。なぜか、裏ジャケはあの、の綺麗な足が写ってるんです。これ、ジョン・レノンのイマジンとこれツインアルバムですね。同じ日に、まあ、同じ場所で、まあ、ジャケット撮影したらしいんですけれども、まあ、ジョンの方はこないなっちゃったらしいんですけども、ちょっと霊的なものも感じるんですけれども、 まあ,まあゆつばでしょうね、まあ明らかにか加工してますもんね、でこのフライはですね実は2枚組でして、えー、まあ僕、こ、ま、れ、あ、またずいぶん大雑把なアイコラなんですけれども、まあジョン・レノンが真ん中にまあリンゴスターの顔も見えますね、クラウス・ブーアーマンもおーいますね、えー、まあ僕、これ2枚立て続けに聞いたことないんですよ。まあちょっと とね、音楽的にはちょっと合わないかなっていった感じなんですけれども、まあ、実は、このアル,バムでアルバムを聴いてですね、えー、ミュージシャンを志したという日本人のミュージシャンも、まあまあ、いまして、えー、例えばあのジュディマリーのユキさんなんかはあ陽光のさんのこのフライヤー、まあ、この後の紹介する「えー、無限の大宇宙」でしたっけ。えー、放題 えー、それを聴いて、まあ、ミュージシャンを志した、まあ、そうなんですけれどもでこれが、えー、72年リリースこれツインアルバムじゃなくてあのヨーコ単独でリリースしてますね、まあ、後ろ姿に映るこれは、ま、間違いなくジョンなんでしょうけどこの頃あのジョンはの失われた週末と言いましてあのビートルズ時代からの,の個人マネージャーの,のメイパンですね えでえー、とニューヨーク離れてロサンゼルスで、えー、過ごしてたんでしたっけ洋子と離れてねでまあこのアルバムをリリースした直後に、まあ、ジョンが戻って、まあ、よりも戻すんですけどもこのアルバム実は聴き応えのある、まあ、よく、まあ、聞いた曲とかもあると思いますよなかなかいいアルバムですね「やんやん」一曲目、えー、これも有名 ですね、えー、これインナースリーブこれあアップルマークありますねこれも輸入版だったのかななぜか今回は洋子さんの写真がついてますねえー、ライナーノーツがない輸入版ですねアメリカではまだまだレコードがね たくさんあるのでまあ輸入場さん行くと、まあ、まだまだ見つけることは可能ですね、まあ、ちょっと高いですけどもね陽子さん綺麗ですね陽子さんってあの実は若い頃あの柴咲コウさんに似てたんですよええー、これが4枚目、えー、空間の感触だったかな放題えー、まあここもアイコラになってて今ジョンとリンゴの姿も見えましたねなぜか裏ケ まあ表じゃけもそうなんですけど、洋子さんがスフィンクスになってますね。この辺、まさかマイケル・ジャクソンのこんなことしてましたけど、まさか影響受けたってことではないでしょうけども、確かね、これも輸入版だったと思うんですよ。どうですか、ライナーノートが見当たりませんね、やっぱり。まあ、このインナースリーブ、なかなか歌詞カードもついて、いろいろ書かれてますね。 えー、ランランランって曲も見えますね「ヤンヤンとか「ランランランとか「キスキスキスとか、まあ、同じ言葉3つ、まあ、ポールも「せいせいせい」とかやってましたね、えー、これがまあ僕が持ってるよ洋、まあ、子さんのアルバム4枚なんですけども、まあ、ジョンやポール、まあ、ビートルズと比べると、まあ、聞く機会はあまりありませんねこれは持ってるこ ことにも価値があるただしですね洋、えー、子さんがあの64年に刊行したあのグレープフルーツジュースー、まあ、刺あゅうなんですけれどもこれ僕はたまに夜寝る前にですね布団の中で、まあ、気に入ったフレーズだけ、えー、読んじゃったりしてるんですけれども全編命令系ですね「何々しなさい」みたいな、まあ、あのジョンの「おイマジン」の歌詞にね 多大な影響を与えたと言われているこの詩集なんですけれども最後の1ページがすごいショッキングでね初めて読んだ時なるほどと思いましたねさすが表現力が豊かなようこさんならではなんですけれどもまあこういったところで、えー、さりげなくようこさんの、まあ、影響を受けてる、まああのまあ、僕でした、はい、一度読んでみてください文庫本も 単行本も出てます。